夜の街に休業要請、鹿児島。先ほど鹿児島県知事が夜の街に対してナイトクラブやスナック、パブなどに対して休業要請を出したと発表しました。こちら協力した中小企業や個人事業主に対し最大30万円の協力金を支給することになりますが、現在鹿児島市においてショーパブのニューおだまり男爵にて集団感染が発生し、これまでに感染者が80人を超えてしまっております。こういった夜の街、3密が揃っており、飛沫感染や接触感染が発生しやすくなっているため、鹿児島だけではなく日本全国で感染が拡大しているものと見られておりますが、現在、鹿児島というか九州の広い地域で水害、土砂災害が発生しており、こういった中で COVID-19 の感染拡大となってしまいますと、泣き面に蜂となってしまいますので、こちら鹿児島県だけではなく九州のすべての自治体には夜の街に対し必要な感染症対策が実施されているかどうか、抜き打ちで検査を行い、不十分な場合は必要な指導を徹底し、それでも対策が講じられないようであれば休業要請を出し、これ以上感染が拡大しないように対策を講じていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。